どうもこんにちは。今回はですね、このストーブアタッチメント、ストーブアタッチメントというやつを、使ってみたいなと思っています。想像以上にあったかいので、ちょっと果たして今やる意味があるかって感じはするんですけども、こういうものがね気になっている方もいらっしゃると思いますので、ちょっと見ていってみましょう。キャンプでの暖房といいますと、まあ、普通にね石油ストーブ、あとは焚き火、そして、薪ストーブというあたりになると思うんですけども、ストーブアタッチメントに関しては、シングルバーナーの上にかぶせる形になってます。このねストーブアタッチメント自体は結構大きいです。まあ、この ST330 にすっぽり収まる状態で、この大きさなので、まあ、結構ね大きさはあります。大きさはあるんですけども、まあ、これ1個でね済むんであれば、まあ、ストーブとしては結構優秀なのかなと思います。まあ、仕組みとしては単純でですね、これにですね何か電気を使ったりとか何かスイッチがあったりとか、そういったことでは全然ありません。ただ単純にですね、火がついたシングルバーナーの上にかぶせます。かぶせるとですね、今この中を温めている状態になってます。お、風が吹くから結構熱が流れるかな。うん、熱は結構感じます。感じるんだけど、この下にも結構熱がいくっぽいな。結構暖かくなってますね。そうか、下に熱がいくってことは、もしかしたらですね、焚き火テーブルってありますよね、あのメッシュになってるやつ、メッシュになってるやつとかであれば下の方にもこう熱がいくのかもしれないですね。あ、どうだろう。で、この状態だとね、もちろんね熱くなってるんで、これをね外すことができません。外すことができないので、こういったものがねついてます。こういったものがついてますので、こういうものでですね持ち上げて外すという作りになってます。ちょっと場所を移動しましてですね、今自宅前に来ました。自宅前でこれをちょっと試してみましょう。家の外なんでですね、今ここには何も敷いてません。結構この中が焼けてくるまでにですね、ちょっと時間かかるかなっていう感じはするんですけど、まあ、強火でやったりしたら違うのかな。まあ、正直ですね、風が強い中で、使うっていうのには向いてないと思います。多分ですね、こういう風に風防で囲ってあげた方がいいと思うので、こういったねバーナーが、ガスが分離されてるやつ、ホースでつながってるやつですよね。それであれば、問題なく使えるとは思うんですけども、一体型のやつはねだいぶ熱を持ちそうなので、どうだろう、まあ、なるべく使わない方がいいような気は僕はしますけどね。今ですね ST330 でやってますけども、この中ですよね、この中が、赤くなるような雰囲気が全くない。このね中が暖かくならないと、本来の、ね、力が発揮できないような気がするんですよね。どうかね、あったかいはあったかいけどって感じよね、近くだったら。でもちょっともう離れたらあれだね。でなんかわりかし閉めたところで、あのテントの中とか、ね、換気してから、下にあのシートがあったら多分溶けるかもしれないけど、ない、こういうところでやるのがいいかもね。思ったよりもうちょっとあったかいんだと思ったねえ。なんか中が赤くなったら、要はその鉄が赤くなる熱を発するじゃん。鉄が熱を発するけ、それで周りが暖かいかもしれない。あ、でもちょっと暖かくなってきた。ちょっと暖かいんだね。これは外で使うようなもんじゃないかもね。この周りが暖かいけ、この周りの熱が要は中に入って逃げんかったら使えると思うよね。そうだね、これは多分外で使うものではないっていうのがちょっと分かったかも。そうだね、ちょっとなんか風が避けれるものがないとちょっと、そうね、なんとも分からんね。今から貼ってみる、貼ってみようかな。はい、それではですね家の外にテントをちょっと張りまして、
この中でねちょっと実験してみたいなと思います。今は温度は16度ぐらいかな。とりあえずねこの中で炊いてみましょう。まあ、この中がですねどれぐらい暖かくなるかですよね。そして暖かさを感じられるのか、その辺をねちょっと見たいなと思ってます。あーでもね違うわこれ。さっき外だとねこれぐらいじゃないと暖かくなかったんですよ。まあこれぐらいかな。すっごい近づいて初めて暖かかったんですけど、今はねやっぱこの閉ざされたところだと結構ねこの辺でも暖かさ感じます。今日ね別に寒くないんであれですけど、これが寒い時だとね余計に多分暖かいだろうな。まあどうしてもですね、これ触ったら当然暑いですよね。で上も暑いです。まあこのね暑くなってる時に触っちゃいけないってことで、まあ危ないといえば危ないです。だけどまあそうですね、子供と行く時とかはまあ注意が必要、まあ大人でもかでも注意が必要ですけども、最近ねなかなかこうストーブを使うっていう文化がなかったりしますよね。エアコンで済んじゃったりとかするんで、まあ僕らが子供の頃はですねやっぱストーブっていう文化がありましたけど、今なかなかなかったりとかするので、まあ、全部が全部ね危なくないものばっかりではないので、まあこういう危険性があるものを子供と一緒に使ってですね、覚えさせるっていうのもまあありなのかなと思います。当然大人一人でもね、触ったら危ないよと、まあ大人だったら分かってるはずなんですけども、これね酔っ払ってる時とかやりそうなんですよね。だから気をつけよう。あとはねまあ当然のこととして、換気は絶対しないといけないですね。ガスを使ってますんで、必ず換気をしながら使うということが大事だと思います。まあ、これ強火にしてても、まあ、結構持つんじゃないかな。実際使ってるのはシングルバーナーですからね。これ今シングルバーナーでですね火力は最大の状態です。火力最大の状態にするとようやくですね赤くなってきました。これは何も考えずに最初から強火で、火力最大でやるっていうのがいいのかもしれないですね。一回全部ですね赤くしてしまってそれからちょっと下げるというのはいいのかもしれません。だいぶ赤くなってきました。あとねレビューで書いてあったのもあったんですが、ちょっとしたですね送風機みたいなものをつけてこう風をですねこの辺に暖かい気流が生まれてますので、それをこうかき混ぜてあげると、結構ね温まりやすいというレビューも見ました。多分そうでしょうねこれ。だからストーブとかでねよくありますよね、この上に乗っけてその熱でこうファンを回転させるやつ、あれとかがあると余計に良さそうではありますね。ただあれちっちゃいやつがねなかなかないんですよね。きっとあれのちっちゃいやつがあればいいのになと思ったりします。そしてねどれぐらい時間が経っただろう。20分ぐらいは経ったのかな。今温度はねわかるかな、22度まで上がってます。まあ、この短時間でですねこれだけ上がってくれるんだったらまあ十分かなという感じはしますけどね。で今ですねちょっと外に出てみました。テントの外に出て、どんなもんだろうと思ったんですけれども、やっぱりですね外と比べると全然中あったかいです。なかなかですね映像だと伝わらないと思うんですけども、中入るともうムワンと熱気が漂ってるような感じです。なのでやっぱりですねこのストーブに関しては外で使うということではなくて、こういった感じでですねテントの中を温めるというような使い方の方がまあ向いてますよねやっぱり。で今回購入しているこれはですね値段としては、1980円の送料込みでした。Amazon でねプライムで買ったものなので1980円だったんですけども、もっとね安いやつもありました。1000円切ってるものもありまして、まあ、シンプルな作りなので明らかに同じものだろうというようなものだったんですけども、安いやつはですね届くのに2週間ぐらいかかるということだったので、今回はこれを選んでいます。まあ、テントの中で使えばですね、十分あったかさを感じられるものということだと思いますけれども、先ほども言いましたようにですね必ず換気はしながら使うということが大事だなと思います。どうしてもですね冬のキャンプだと、そういう一酸化炭素中毒の事故とかですねそういったのは増えますんで、その辺はですね必ず注意して使っていただきたいなと思います。
かい。あったかい。あったかい。やっぱ違うね、さっき外で使ったの。あ、そうだね。やっぱこういう使い方をするってことだよね。ぬくいぬくい。あったかいもんね、十分。これならぬくいね。ね、この中が、テントの中がもう全部あったかい感じ。あ、そうじゃね。確かに。っていう使い方やね、これは。そうかもしれない。よくわかりました。これだったらね、換気しながらの。そうだね。ぬくいね。じゃあこれなんで危険って書いてある？これは、ガスじゃけ、燃えたら危ないよってこと。燃えたら爆発してからさ、火事になる。そう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 。はい、じゃあちょっと僕に質問です。これは触ったら、触ってもいいでしょうか？ダメ。なんで？え、熱いて。あ、正解です。あと手がやってどうする。あ、よう知っとるね。あとさ、火ってさ、なんかさ、火に燃えるとなんかさ、命を燃やすかもしれんしさ、燃やさんと燃えるよ。命を燃やすってどういうこと？あ、わかった。あれじゃ、煉獄教授郎じゃん。いや、違うよ。煉獄教授、煉獄教太郎っていうのかいね。違う。なんていう名前かいね。長次郎。教授郎よね。煉獄長次郎。煉獄教授。はい、先ほどの映像ですが、地面はですね、こんな感じです。全く動かしてないんですけれども、これちょっと外してみます。このね、下にある葉っぱとかがですね、燃えるかなと思ったんですが、そんなことはなかったですね。だいたい30分以上ですね、これを使ってましたが、この下のね、葉っぱが燃えるというようなことはありませんでした。で、商品画像を見るだけではですね、よくわからなかったこの後ろなんですが、こんな感じになってます。例えばですね、ST330 であれば、こんな感じで、足がですね、4つあります。まあ、4つあるんでですね、1、2、3、4という感じで、足をね、はめることができました。で、一応ですね、ここに引っ掛けるんじゃなくて、この中に直接入れてしまうと、こんな感じで、4箇所すべてはめることもできました。これだとですね、外れないので、倒れたりする心配もですね、なさそうです。まあ、抜くときはこうやって抜いちゃえばいいかな。うん。この ST330 はですね、足が細いというか、結構ね、遊びがあってぐらついてるところでもあるんですけども、このぐらつきがですね、逆にいいのかもしれないですね。はめやすいという意味ではいいかもしれないです。この内側はですね、こんな感じになってます。こんな感じでですね、パンチングされたステンレスが、中に入ってるというような形になってます。これがね、使っていくうちに結構いい色になってくるんじゃないでしょうか。ということで今回は、ストーブアタッチメント、ストーブアタッチメントの動画をお送りしました。シングルバーナーでですね、簡単に暖が取れるということで、まあ用途次第だとは思いますが、冬キャンプのですね、簡易的な暖房としては、十分使えるものじゃないかなと思います。ただですね、何度も言うようですが、換気は必ずして使ってください。事故のないようにですね、冬キャンプを皆さん楽しみましょう。それでは。